ここもこちらならこの感じがするんだけどね、どうだろう。はい、行ってみましょう。どっちだか、こっちか。これかね。丸く見えるけど、どうだろう。どうなんだ。前方公園噴火ね。おお、看板看板。看板見ましょう。おお、看板ありました。三宅古墳群。寺の前古墳。三宅古墳群の中で前方公園群の噴気が最も整った形で、なんて、作られて、なんて言うんだろうね。作られており、墳丘と集合が明らかで5世紀代後半のものとされている。明治初期には、そうですか、明治初期にはこう、あれですか、石図ね、見ましたか。わからへんねんけど、どうしたらわかんねえの、これ。円墳しか見えへんねんけどね。円墳しか見えないんですけど、どうしたらよろしいんですか？ね、これは行かれんな。これ行くわ。ちょっと行ってみようか。蛇が怖いんだけどね。はい。これやったら円墳やで、どう見ても。一周回れますよ、いろいろ書いてあるんだけど。わぁ、カエルや、トカゲがいっぱいおるね。蛇はおらんやろ、蛇は。方墳はどっちだ？方墳は。ああ、反対側か。わかりませんがな、これでは。わからんがね。あれ？これはわからんがね、方墳が。最もね、残ってますよ、噴気がいうことやけど。あれ？全然わからんがね。あれは関係ないな、向こうは。あら？もっと左、奥まで行くかや。いやー、やぶやな、これ、嫌やな、これ、やぶ。わあ、道できた、道。道だ。お寺さんはどこなんだ？あれがお寺さんかね？違うね。あ、こっちがお寺さんか。形わからへんだけど、どう見ても。わからんな。これ前方公園噴って、どこあるんですかね、方墳の方。こっち側、ああ、じゃあこちらの方にあったんですか、もともと方墳が。この位置やけども、はい。こっちの、前の、方墳の方ある。はい。それ、半分削るか。そして田んぼになったんですか。いや、田んぼになってないです。あの位置が、もともと、ちょっと一段低くなってるでしょ。はいはいはい、あれね。そこまで、古墳の山があったんです。ああ、そうなんですか。そこ削られて、それだけ。削られた。ああ、あれをね。いや、前方公園のいい形があるようで聞いてきたもんでね。はい。で、一遍その辺ぐるっと回ってみたら、どうも、古墳がね。向こうの大きい古墳と、はっきりわかんのこぐらいですね。ああ、そうですか。あとはもう円墳ばっかりで、そこら、大概あんな円墳ですよ。そこら。ちょっと、山なんてるけど、はいはい、そこになってるでしょ。はい。円墳ですか。まだ向こうから見た方が、ここが綺麗形に見えます。あ、横から。横からの方が。わかりません。こちら見たらなんとなくおかしな形になったんだけどね。うん、ただ普通の円墳みたいにしか見えないもんね。普通の人かしら見てもね。そうですよ。うん、もうだいぶ田んぼでもう削られたり。ああ、手前削っちゃうんだよな。
これは日の光です。日の光ですか。あ、ものすごい、なんかこの、勢いがあるんで、こんなもともと勢いあるんですか。いや、今ちょうど、十分がちょ、もう終わったかな。はい。ちょうど出て十分終わったところやから、はい、今は、まだこんな状態になるんです。まだだいぶかかるんですか。これから1回ほど。1回ほど。1回ほどしたら、身が、ランニングで、それから尾が垂れてくるというのがね。これ面白いのがあるよね。これ、この中からできたもんですか。いや、これは色ですよ。え、色危ないから、この石で。これはこの古墳の石ですか。この井戸。井戸。じゃあこれは古墳の石とは関係ないですか。関係ない。いや、古墳のほら、上の、石碑の上の石かな。そんなないです。もうここはもう、投稿されて、はい、ただの、穴しかないです。投稿されてるんですか。うん、穴しかないです。これ、いろんなとこ行ったらこんなんがいっぱい置いてあって、大概、石碑の天井石で、よう似てますからね。違いましたね。鎌倉なんか見ることないからね。では、すみません。仕事飛びまして、ありがとうございました。どうもすみませんでした。ありがとうございます。ね、はい。これも。見に来られますか。見に来られるんですよ。こっちの人が、もう、ほんと、言ってるか言うてんだけど、なかなか。もう お父さん、任したらええんちゃうかんのか、息子に。ちゃんとやりますよ。みんなそれぞれ仕事やったのか。あ、仕事やってんのか。仕事やったのか。もうね、農業はあんまり興味おまへんか。これは歩いていけるんですかね、もう。あかんか。もう、蛇か出てくるか。ね、ここはね、はい、毒蛇いとるから。ああ、毒蛇が。危ないですね。うん、じゃあ、回りますね。もう、いい道通ってくれたら、はい、この時期はもう、8月、9月だったらね、はいはい、もう産卵も終わって、はい、さあ、これから、もうみんな大きくなってきとるやつやから、はい、そんな、すいませんでした。この汚い頃ですよ。申し訳ないです。いやいや、すみません。いいの見せてもらいました。はい、ありがとうございました。形がね、豊富の方がね、ちょっとね、短いらしいですわ。これ、こっちが豊富やけど、豊富の方が短いらしいですわ。で、ずーっとね、こっちが公園部の方やけど、全部ね、この農地でね、地主の方が全部削ってしまったらしいですわ。もっと昔はね、あれが高かったらしいんですよ。オーブンの方が。はい、ありがとうございました。寺の前古墳でございました。